はい皆さん、こんにちは、こんばんは。ココミチャンネルのショーが今日は、ホロンズ海峡封鎖、ペルシャ湾を火の海に、おお送りいいたしますよろしくお願いしますますすよろく願イランはもうかなり激怒していますねあの、シリアに対する欧米側の空爆で、革命防衛隊の,、まあ、あの上級の方たちが、まあ、4人、5人と亡くなってしまったんですよ。 それに対して、まあ、もう冗談じゃないと。あと、イエメンに対する空爆ですよね。イエメンの首都にね、あの空爆をして一般市民の方が亡くなっている。もう何してるの何してくれまんねんみたいなね、あの感じになってるんですよ。で、もうね、あのー、イライランは、まあ、どういう計画でどういうふうに攻めていくかっていうのを、もう計画済み。そして今、行動に起こして、移しています。 北西部にあたるイラン、イランのね、北西部にあたるペルシャ湾に向けて、ですねあの、もう軍軍の大軍を移動させています。あと、アイテムですね。あらゆるアイテムを移動させていて、あの集中的にやると。そこにもう今いるわけですよ。あのバイバイ電チームのね、軍軍カンカン艦隊がね、あの打撃軍が今いるんですよ。だからそれに向けて、あのとりあえずすべて、 あの、もうエネルギーを注いで、一撃、あの、もう一撃加えるみたいなね。まあ、本当そういうふうな形になっていますね。まあ、これ、イライラの国内もね、あの、全員じゃないんですよ。全員じゃないから半分ぐらいの人なんじゃないですかね。もう何やってるんだとか、ここ,こ,こまでやられて何黙ってるんだとか、まあ、そういうふうな意見もかなり強く出てきてるんですよ、国内でね。で、それを抑えるのも大変だし、まあ、もちろんね、あの、半分ぐらいの人は平和を願ってね、いや,やめてくれよ、ちょっと。 あの、今なんでそういう争いを起こすんだっていう人たちもいるんですよ。難しい立場ですよね、だからね。まあ、だけど、まあ、ここまでやられて黙っているわけにはいかないというのが、まあ、本音みたいですね。上の方の人たちはね。で、まあ、イエメンはイエメンで、風刺派が、いや、もう冗談じゃない。なかなかイランイラン出てこないなと。だったら俺たちがやるかっていうことで、まあ、ホロウズ海峡も、じゃあもう視野に入れてね。 あの、そっちに回り込もうかっていう風な形に今なっていて、えー、っとね、あの、風刺派の、まあ、イエメン国内ラジオが流れてるんですけど、あの、ホルムズ海峡ももう潰しちゃおうと、もう俺たちの力で封鎖しようと無理やりね。まあ、バブルマンデブ海峡は今封鎖になっていて、まあ、あの、バイバイネンチームと風刺派やり合ってるわけですよ。まあ、それはそっちで、まあ、続けていって、 で、あと、航海。まあ、航海も、もう航海から出て、なんか、あっちこっちになんか出ようとしてる船がいると、運が通ったりね。まあ、それももう運が通さないで、もう航海をもうあの、お前たちこれ以上、ね、なんかやったら航海するぞ、みたいなね。あのそういう形で、まあ、航海も火の海にしちゃおうというような計画を今進めてます。もう3つ同時にやっちまえっていう。で、そこで疑問なのはね、え、イエメンとか風刺貼って、 そんなにね、人がいたり、そんなにぐんぐんアイテムがあるんですかほらあるんですよ。ものすごくいっぱい持ってるんですよ。で、人もいっぱいいるんですよ。あの、戦う人たちが。で、ここで、まあ、あのあ、アメちゃんチームがね、あの、バイバイデンを中心に決定を下しましたよね。地上戦。あの、地上戦の兵士を送ると。 えまず2万人から4万人の兵士を送ることを決定して議会通ったんですよ。だからあの、もうすぐ実行に移します。だから2万人以上の兵士がやってきて地上戦に入り込むんですね。で、これあの、ベトナム戦争と全く同じような形になります。アフガニスタンとかね、イラクとか。まあ、地獄になるでしょう。要するにあの,あの国ってのはアメチャの国は空爆空爆空爆であの、やり通す国なんですけど、 でもやめて、あの、空爆もちょっとするんだろうけど、空爆して地上戦で、まあ兵士を投入ということで決定したんですよ。これはね、何を意味するかって言ったら、まああの、新聞とかでいろいろマスコミに言われてますよね。あの、空爆だけでは成果が上がらないとかね。そんなことあるわけないじゃないですか。よく皆さん考えてみてくださいよ。だって持っている兵器が桁違いにすごいんですよ。思いっきり空爆すりゃいいじゃないですか。ね。あの、続ければいいだけの話でしょ。 で、なんでやめる、中断するのかって言ったらね、長引かせたいんですよあ。どんどん長引かせて、どんどん周りに波及させたいんですよね。被害を。そうしないと、アメちゃんの国は儲からないんですよ。だって、よーく考えてくださいよ。バブエルマンデブ海峡が今封鎖されている現時点でね、全然通れないんですよ。それはあの、アメちゃんと風刺派がやってるからなんですよ。だから、アメちゃんがやっているから、一石も通れないんですよね。 いや、もともと風刺派がやったんじゃないか。うん、そうなんだけど、風刺派がやったにしても、他の船って通れたんですよ。今は、あのどこの船ももう通れないんですよ。で、風刺派は中華飯店とね、熊野プーさんチームだけはやらないよって言ってるけど、でもそれって、今、アメちゃんの軍艦がいるので、アメちゃんの軍艦が邪魔しちゃってね、通れないんですよ。だから、早い話、もう塞いちゃってるんですよね、自分たちで。 で、アメちゃんなんでそんなことするかって言ったら、だからあの、バベルマンデーブー海峡を解放させるためにやってるんじゃないんですよ。両方ともホノルーズ海峡も封鎖して、で、日中もサッチも行かなくしてね、ヨーロッパとかアジアをね、日本も。で、世界をもう混乱に陥れて、アメちゃんチームのアイテムをどんどん中東あたりとか日本とかに買わせたいんですよ。大量に。それと、自分のところの天然ガスと石油を、 高い値段で売りたいんですよ。だってもう、あそこ通れなかったらね、ホノズ海峡を通れなかったら、日本はエネルギー枯渇するんですよ。必ず。だったら、5倍だろうが10倍だろうが、日本買うじゃないですか。アメちゃんに言われたら、お前たちエネルギーないんだろ原油ないんだろ ?5 倍だけど売ってやろうかって。そしたら、あの、ねえ、あの、メガネ小僧は、あ、あ、あ、は、はい、はいあ、ありがとうございますって言って買うしかないわけですよ。5倍だろうが10倍だろうが。 もう5倍で買ったって、もうしょうがないですよ。末端価格5倍になってね。で、それで我々は、それで、あの、使ってっていうことですよね。本当に。うん、だからもうね、出来上がっちゃってるんですよ、図式は。もう絶対そうなりますからね。で、5倍ででも買って、え、ど,どうしたらいいの,のみんなだから5倍以上になるんですよ、何もかも。値段がね、いろんなものが。でもちろん、あの、安いまんまのものもあるかもしれないけど、かなりの割合で、まあ、3倍、4倍、5倍とすぐなってっちゃうんですよ。 世の中狂いますよね。頭も狂うよ。それはもう頭がヒーってなっちゃうよね。多くの人が。だってスーパー行ってみたらね、みんな値段が3倍、4倍、5倍になってるんですよ。いや、どうするこれってなりますよね。なんでそんなになるかって言ったら油が上がるんですよ。油上がるってことは電気代も上がるしね。で、あと加工するね、そういう費用とか工場が生産する費用も上がるでしょ。配送費用も上がるじゃないですか。 パッケージの費用も上がるしね。だから当然2倍、3倍、4倍、5倍ってすぐなっちゃうんですよ。これはね、驚きますよ。今でも高いんだけど、ね、今よりさらに2倍、3倍、4倍、5倍となっていくわけですよ。そしたらね、給料がそれだけ増えるかって言ったら給料は増えないんですよね。だってインフレじゃないから、ちゃんとした。ちゃんとしたインフレだったら給料が上がって物の値段も上がるんですよ。 だけどそうじゃなくて、ただ単にもう物だけが上がるインフレになっちゃうんですよね。そしたら、やっぱり国民の生活は困るじゃないですか。もう死活問題ですよね。お給料が20万ぐらいなのにね、ね、物の値段がどんどん上がって、牛肉が100グラムね、1000円超えてね、うわー今でも高いですよ。今でも高いけど、いやもう100グラム1000円じゃ買えないよってなっちゃうじゃないですか。 家族4人だから 400g 買いたいけど、うわ、4000円買って。ねいや、もう夕飯に4000円使うわけにいかないねって、肉だけでね。無理じゃないですか。すき焼きは諦めるかってなるじゃないですかね。いや、これはね、一大事だと思いますよ。でもそれぐらいはすぐ上がっちゃいますよね。だってそうじゃなくても牛肉もうすでにもうすごい高いじゃないですか。100g500 円とかいう牛肉、もうザラですよね。そこら辺にみんな、 そういう牛肉で回ってますよ。だからみんな豚とか鶏になっちゃってるんですよね。まあ厳しいですけど、まあもともと群馬県みたいにね、あの豚肉ですき焼きをやる地方はいいですよ。そういう習慣がある地方はね。だけどやっぱりすき焼き牛肉だよなっていう地方は、牛肉から豚肉になるとなんか怒っちゃったなっていう感じになっちゃうじゃないですか。ね、あのお父さんも一生懸命働いて、え、今日何すき焼き豚肉なのってね。 そうすると、なんだかな、参ったなってなっちゃうでしょ人間っていうのは慣れの問題ですけど、そうなっちゃうんですよ。だからね、これはね、やっぱ気力も落ちる人いますよね。あんなっちゃったなとかね、大丈夫かなってね、ちょっと不安になったり、心細くなったり、そういう人たち連発、連もう本当みんな連鎖反応で出てくるわけですよ。いや、これね、厳しい世の中にはなっていきます。まあ、もうすでにある程度なってるけど、もっとですよ。うん、だって、イギリスは現にね、もう、 あ本当にねあの、野外活動の人が多くなっちゃって、アウトドアの、もう外でテントですよ、これ、いろんな事情があるんですよ、もうすっごいいっぱいいますよ、で事情というのは、あの家賃をいきなり向こうって上げてくるあの大家、王いるんですよ、まあそれはあの決まりに反してはいるんでしょうけれども、まあ、決まりなんかあってないようなもんなんでね、もう来月から2倍にするよとかいきなり言ってくるんですよ、で契約とかあるじゃないですかって、関係ねえよ、小島よしおの世界ですよね。 そんなの関係ねえとか言いながら、うん、だからね、2倍払えないと、じゃあもう出ていくしかない、出ていけとかね、あの喧嘩になって出てきちゃう。そうすると、もう家がないんですよね。新しく住むにしても家賃高い。で、あと、食費用も上がっている。電気代もガス代も高い。いや、もう無理だよ、家も借りれないやって言って、テントを買って、テントで暮らしてるんですよ。人目につかないところでテント張ってね、寂しいですよ、寒いですよ、厳しいですよ、本当に。 でも日本もそういう人たちがもう絶対増えますよ。これはもうあの必然的に増える。で、ここでもうそんなの関係ねえっていうことで、バイ・バイデンチームがホルムズ海峡封鎖を狙ってるんですよ。これはね、止めようとしてるんじゃないんですよ。みんな本当にね、あの、なんか日本のね、なんかのマスコミの垂れ流してるね、なんかそういうニュースを真に受けちゃって、あいつら悪いやつだとか言ってね。 あの、アメちゃんが正義の味方で頑張ってくれてるんだって言って、あいつらなんか全滅させろとか言いながら、そうか、今度は地上軍か、頑張れとか言って。で、よく考えたら、本当に全滅させたいんだったらね、上から大きいね、バクバクダンダンをね、どんどん落とせばいいんですよ。500発も1000発も毎日落としたらすぐ終わります。だけど、それしないでしょなぜしないか。そんなことしちゃったら損しちゃうもんね。 アメちゃん損しちゃうじゃない何やってっか分かんないですよね止めちゃったら。止めちゃいけないんですよ。もっと止めるふりをして、もう戦果を拡大させなきゃいけないの。大きくしていかないと。だから火の輪をどんどん、あの、周りの演習をね、拡大、直径を伸ばしていかなきゃいけない。で、周りの国を巻き込んで、やっぱりあなたんとこの防御システム買うしかなさそうだねって言って、そうでしょ、そうでしょ、今ね。 お得なセールやっているので、なんと6000億円を9000億円で販売できますよって。えー、じゃあ買うよって。お得じゃないよね。増えてるんだよね。いや、だけどアメちゃんってそういうことするの。本当に。うん、だからね、そうやってどん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 ぐんぐんアイテムを売りさばいて、今ある借金をチャラにしたいんだよね。で、原油と天然ガスも5倍以上の値段であっちこっち日本もちろん売りつけて、ね。 よし、これでいいぞ、継続的に潤うぞ。ということは、マンデブー海峡とね、ホルムズ海峡を、ある程度長期で封鎖させないといけないんですよ。だってすぐ解除になっちゃったらね、あ、やっぱりじゃあ中東から買いますよってなっちゃうでしょいやもう中東から買わせないの。とにかく、もう、あの、封鎖封鎖が続いてほしいわけですよ。みんな困ってほしいんですよ。みんなが困れば儲かるんですよ。これがね、面白い図式ですけど、本当の事実なんですよ。 みんな世界中が困れば困るほどアメちゃんたちは儲かっていくんですよ。これがすごいですよね。だからそれを実行したいんですよ。まああの国はね、ある程度そういう軍軍力もあって力もあって、まあみんなを騙す力っていうのもすごいですから、じゃあみんな騙されて、騙すどころかね、あの、みんながね、応援していくわけですよね、アメちゃんたちを。頑張れとか言って、俺たちのために一生懸命やってくれてるんだって言って、でまたドキュメンタリーみたいに作ってね、 アメちゃん兵士がね、あの地上戦でやられて、で家族のもとにね、あの帰ってきてで、みんな泣いてるのとかをね、流して、みんなが、うわ、ひどいことをするな、あの風車派ってやつらはとか言いながらね、ね、もっとやれ、もっとやれって、よく考えてくださいよ、ね、兵士なんか派遣しなくて、上から落っことせやいいんですよ、500発、1000発、毎日毎日、そしたら終わるんですよ、なんでやんないか、ね、お金にならないんですよ、そんなことしたら。 そんなことしたらね、落っことした、ね、バクバク段々のお金だけ損しちゃうでしょ。何やってるか分かんないから、そんなこと絶対しないんですよ。適当に上からばらまいてね、相手を怒らせて、で、大きな戦闘に持っていって、地上軍をね、あの兵士を投入して、ダラダラとやり続けるんですよ。で、1年、ね、丸々1年はやって、儲けて、儲けて、儲けて、けてすんごいお金を手に入れて、今のつなぎ予算じゃなくて、本予算に持っていって、 これだけ儲かったからどうだよ。ね利子つけて返してやりゃいいんだよ。みたいなね。そういうような国なんですよ、本当に。昔からそうなんだから。だからそれを知らないんだよね、みんなね。あの、いかに、その、ものすごい、あの、なんていうんですかね。まあ自分中心でね、他の国のことを考えないっていうね。まあ、本当にそうなんですよ。だけどまあまあ、それはしょうがないですね。みんなが騙されてるんですから。 うーん、まあ、だけど、まあ、図式としては、だからね、ホノムズ海峡を封鎖に持っていかないと、儲けらんないんですよ。だから、絶対封鎖させますよね。儲けるために。だからあらゆる手段を使いますよ。だから、意外なこと起きるかもしれないです。まあ、もう起きてるけどね。もう意外なことだらけでしょ。いや、もう、あのー、だから、イランイランが、本当はやってないんだけど、イランイランがね、あの嫌いまいたっていうふうな報道を出して、 実はなんか、アメチャングループが何か巻いたり、何かドカンってやったりとかいうことも起きるかもしれないですよね。とにかく封鎖させたい、早く。一刻も早く封鎖させて、お金にしたいんですよ。もうそれしか本当に頭にないですから。だからまあ、それを間もなく実行しますよ。これね、つなぎ予算、本当3月の中旬で切れるんでね、またね。もうそれはね、また続けてって言ったら許可降りないかもしれない。よっぽどとんでもないことが起きないと。 今ね、とんでもないことが起きてるから、上院でも下院でも、うーんって言いながら、まあじゃあいいでしょう、つなぎ予算だったらっていうことで強化してるの。だからこれはあのこのまんまだらだら同じようなことが続いたら、いや、もう無理ですよね、つなぎ予算も何もかもって言われちゃうんだ。だから、もうあの、もう下院の議員もね、上院議員も、いやー、これはしょうがない、つなぎ予算だろうなんだろうが、どんどんまあお金すってつないでいくしかないねっていうようなことを起こさなきゃいけない。 そのためには、まあ、地上軍投入ですよ。で、ホルムズ海峡封鎖ですよ。これ世界が混乱に陥ったね。我々だけがのんびり構えてるわけにいかないから、まあまあ、もうつなぎ予算でいいよ、いいよ、あの緊急予算出そうねって言って、潤っていくんですよ。で、回収していけるでしょ。中東のお金を回収、ねこっちに回したり、ぐんぐんアイテムを売ってね、防衛システム丸ごと売って、メンテナンスにも年間いくらかかりますよって言って、どんどんお金を吸収していくんですよ。 で、日本にも軍アイテムも売ってね、で、防御システムも売って、どんどんお金を吸収するんですよ。もう本当にね、大変なあのシステムなんですよ、それが。だけど我々は騙されているんですよ。誰もそれをあのちゃんと理解できてないんですよね。本当ですよ。おそらく、日本で,できあの理解できてる人って何人かしかいないんじゃないですか。だからみんな騙されてね。 あの中国とかね、熊の封鎖チームが迷惑かかるしね、やめろって止めてるから、おそらく法律会議は封鎖できないし、しないでしょうね。そんな馬鹿じゃないですからって。ね。そう言ってるんですよ。いや、そうじゃないですよ。そのバカとか馬鹿じゃなくて、そのアメちゃんがすんごいひどい国なんですよ。だから何がなんでも封鎖しようとしてるので、もう封鎖するに決まってるんですよ。あの国が一旦ね、計画して、よし、これ実行だってやったら、 あの、必ず実行してるわけですよ。911もそうじゃないですか。ね。あの、本当飛行機突っ込んできてね。あれは、あの、自作自演なんでね。間違いないんですよ。うん、だからとんでもない話なんですよ。だけど、それを、やっぱり、なんでしょうね。陰謀論だとか、なんとかで片付けちゃう人がいるんですよ。そんなの嘘だとかね。嘘でも何でもないですよ。見てたらわかりますよ。小野塚駅を封鎖されるので。だから封鎖されてから騒いでもダメですよ、皆さん。 遅い、あの、手遅れ、もう封鎖されたらもう日本中おかしくなっちゃうから、あの、なかなかね、用意ができないかもしれないですよ。だから今だったら品物もね、点数制限入ってるって言っても、まだ買えるので、あっちこっちから買えばいいわけで、あの、どんどん買っていかないといけない、用意しないと。そうしないとね、ちょっと痛い目に遭いますよ。間もなくだからね。あの、ほんと近いの。うん、だからね、これ3月までは持たないですよ、絶対に。うん、だからここを、 のところでどうかなっていくよね。まあ、1月の終わりから2月の初旬じゃないですかね。どっちにしてもね。もう、あの、だからもう今日今封鎖してもおかしくないですよ。あの、早くやりたいのでね。そうしないとね、つなぎ予算の関係で、2月中旬超えちゃうとね、ちょっともう無理なんですよ、うん。だってみんな世界中困んないしね。だって封鎖しても、 封鎖したところで出た、出港した船があるからね、ホルムズ海峡その船が着くのに2、3週間かかるので、2、3週間間、タイムラグがあるんですよ。2、3週間は持っちゃうんですよね。持たれると困るわけですよ。だからもうちょっとで封鎖しないと、2月の半ばでもう、つなぎ予算の次の話しないといけないので、きついじゃないですか。ねえ、だ時間なくなっちゃうので、やるんだったら2月のね、 まあ、10日までじゃないともう無理なんですよ。あの、本当予算関係でね。予算が通らなくなっちゃうから。うん、だからまあやりますよね。ここ2週間ぐらいでね。来ますよ。もうどでかいニュースですよ。速報入り、入りますよ。ピン、ピンとか言いながら、ポーン、ポーンとか言って、ね。あの、NHK で、うん、あの、政府の犬のね、NHK ってありますよね、放送局ね。私、テレビ見ないからわかんないんですけど、 NHK っていうのは、あのポ,チあのポチがやってるのかな、キャスターを。よくわかんないですけど、あのそこで流れますよ。うん、垂れ流しですよね、本当に。まあ、それを信じてしまうわけですよ。ああ、いよいよやっぱりなんか、風刺派がやったのか、イランイランがやったのかとかね、やっぱりあいつらもう悪いやつだなとかね、そうなっちゃうの。まあ、され続けるっていうのもいいのかもしれないですね。 恋と同じですよね。恋愛と。相手のね、男性に騙され続けて、騙すんだったら最後まで騙してねって。ね。それがいいのかな <laughs> そんなこと言ってる場合じゃねえだろうっていうことですよね。本当にね。<laughs> 何言ってんだお前はってね。<laughs> いやいやいや、用意しないといけないですよ。だからね。本当に用意しないとね、大変なことになりますから。まあ皆さん、頑張って、ね、コツコツと用意して、 積み上げていきましょう。頑張りましょうね。いるものをどんどん、あの、購入していった方がいいですよ。お金、紙くずになるんでね。まあ、いろんな人が食ってかかる人いっぱい最近出てきましたよね。まあ、だけど、あの、なんだろうね。食ってかかってくるのはいいけど、用意してないのかな用意してないんだよね、そういう人たちってね。だって、そんなことになるわけねえって。ね。そう思ってるってことは、用意してないんだから困っちゃうじゃないね。なった時にね。 うんだって、ホルムズ海峡じゃなくたってね、前から言ってるように、日本って小山田、どんだとかね、あの大きい揺れとかが来る、あの一思的にそういう国なんですよね、島国だから。あの要するに、燃える闘魂の上に乗っかってるわけでもね、我々は北海道から沖縄まで。だから、いつプレートがガガーンってなってもおかしくないわけでしょ。だったらやっぱり用意しといた方が、用意しないよりいいですよね、誰が考えてもね。 うん、だからホームレス海峡だけじゃなくてもね、いろんなことに対応できるので、やっぱり用意っていうのはしといた方がいいんですよね、うん。だから怒ってる人の気が知れないよね。多分頭がおかしいんでしょうね、きっとね。本当に。うん、だからまあそういう人はもう論外ですからね。まあ、そんな人に構わずにね、あの進んでいった方がいいですよ。あのまともな人はね、あ,あそうだな、そうか、いろんな面に対処できるから、自分なりにね、精一杯まああの人によってできる量も範囲も違うんでね。 うん、じゃあやっていこうかなって思うはずなんですよ。ねそれがあの人間のまともな生き方じゃないですかね。用意していくっていうのはね。だって用意するからみんな自動車の保険とかも入るんでしょ、あれ。ねやっぱり大変な、なんか事故に巻き込まれたら嫌だなと思ってね。で、それっていいことじゃないですか。ねまあ、生命保険はちょっと分かんないですけど、商品によってとんでもなくひどいね、あのなんか隠れた条件みたいのがあるものもあるんでね。 うんまあ、自動車の保険は入っておいたほうがいいと思いますけど、まあ、その他はちょっとねあの、いろいろちゃんと見ないと分かんないですよね。自分に合ってるものはいいと思うんですよ、ね。だからそういう用意って、でも必要じゃないですかね。火災保険に入っておくとかね。あの冬場なんか乾燥してね、やっぱり危ないじゃないですか。ね、入っておけば、まあまあ、あの家が治るわけじゃないけどね。まあ、だけど、すっごい困るってことがないわけでしょ。お金が出るわけだから、ある程度ね。 なんかそういうことって前もっての用意ですからね、やっぱり皆さん日本人って結構前もって用意するの好きな人多いじゃないですか。いいことだと思うんですよ、それはね。うん、だからなんでこういう時だけ用意しないのかがわけはわかんないですけど、まあまあ頑張って用意してね、コツコツと積み上げていきましょう。ね。うん、あの、丁寧にね、焦らずにやっていくといいと思いますね。応援しますんでね、頑張りましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。 チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。